皆さんの領域に巻かれているエネルギー。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。あなた方が多くの個人的な課題に直面しているこの時期に、人類を称賛する新たな理由を私たちは見つけ続けています。私たちは人類の全体的な振動の上昇を感じることができるため、皆さんが自分たち自身のために多くの作業をしてきたことを知っています。そして集団的な振動の急上昇が保証されたものではなかったことを知っておいてほしいのです。皆さんの大多数はこの時点で皆さんが生活している状況にとても素晴らしく反応しており、全体的な振動が急上昇しているため、あなた方はさらに多くのエネルギーが入ってきて、それらの全エネルギーの結果があなた方のエネルギー領域にまいて拡散されていくのを見ようとしています。あなた方が行ってきた作業の結果として、ハイヤーセルフとハイヤーマインド、高次集合意識のアクセスがどれだけ多くなったか、またあなた方のチャクラシステムから清めて切り離された低振動のエネルギーに代わるエネルギーを補充し交換するために、今皆さんが受け取っているエネルギーがどれだけ多くなったかがわかるでしょう。あなた方はさらに守備一貫して5次元の領域に踏み込む準備ができており、あなた方の意識から来ている直線的な時間をより長く長く伸ばしていくために、その5次元の周波数を保持する準備が整っています。現在の地球の現状に適切に対応してきた皆さんは、それゆえにより多くの仲間からあなた方が真のリーダーであると見られるようになるでしょう。こういう状況が起こるでしょう。このようにいつ起こるのかということでしょう。そしてあなた方はそれをやっています。皆さんは集団瞑想をまとめ、看護師や医師や第一線にいる初動要員に対して愛と思いやりを示してきた皆さんこそ、人類全体の振動が急上昇した功績に値します。私たちはまたあなた方が同感として、より高い周波数や高次元のエネルギーのチャンネルとして機能しているのがわかります。またこの時命を救う支援をするために、皆さんを介してより高い周波数高次元のエネルギーが移動し役立っていることがわかります。また現時点で精神が非常に低い領域にある人々を盛り上げるのに役立つこともわかります。皆さんは影の功労者です。皆さんは仲間の人間から賞を受け取ろうとしているわけでも、賞を受けようとしているわけでもありません。しかし私たちが皆さんを感じ、私たちが知っているように、皆さんは私たちから賞を受け続けるでしょう。私たちは皆さんがこの旅を続けることも知っています。また地球上に皆さんが存在するだけで多くの人々が恩恵を受けていることも知っています。それはとても気持ちがいいことだと感じています。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。コメ、あなた方はさらに守備一貫してオンアモアコンサイステントベーシス、オンアコンサイステントベーシス、守備一貫して常に。コメに、皆さんは影の功労者です。You are the unsung heroes。 直訳するとこうなります。銀融詩人に、あなたは歌われない英雄です。日本語では次の意味になります。縁の下の力持ち、影の功労者。